どうも皆さん、こんにちは。今日は、パルクの事務局長の内田翔子さんに来ていただきました。TPP の問題に関して、もう世界を飛び回り、日本を飛び回り、頑張っていらっしゃる第一人者です。今日これを聞いていただければ、 TPP とは何か、何が問題なのか、そしてアップトゥーデートで、今どういうふうに、何が問題で、どう進行してて、これからどうなるのか、そういうことが本当に分かりやすく、話してくださるというふうに思っています。どうかよろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いします。ありがとうまあ、TPP は問題ですよね。突拍子もないございます。はい、プランとか、とそうんででもすないプね。ランとかやるってどうですか？まあ、その通りで、まあ、交渉に日本が入ってちょうど1年と少し経ったんですけども、もともと私たちは他の仲間と共に反対をしてきましたけども、まあ、なぜかというとですね、カバーしている分野はとにかく広いんですよ。物の貿易はもちろんですけども、保険とか教育とか、金融とかですね、いろんなその私たちの生活の全てをカバーするような分野、21分野あるんですけども、まあ、それらが、全て、やはり市場ですね、マーケットの中に放り込まれると。つまり日本はまだ、例えば国民皆保険であったり、いろんなその制度、あるいは食の安全基準とかですね、比較的やっぱ高い、良質なサービスというものがあるわけなんですけども、まあ、それがもう全部規制は取っ払って、まあ、今のアベノミクスのスローガンですけども、規制をぶち壊してですね、市場の中で企業が自由にそこをサービスさんに経済活動できるようにと、まあ、そこが TPP の本質なんですね。そうなればですね、まあ、お金がある人はいいですよ。高いお金を出して、非常に高度な医療が受けられたりですね、いろんな品物を選べる、美味しくて品質の高い安全なものを食べられる。ですけど、お金のない人といっても、一部の人じゃなくてほとんどの人というふうに思いますけども、は本当にお金がなければですね、医療も満足に受けられない、安心に安全なものも食べられないというような、まあ、凄まじい格差、そして貧困がさらに広がるというふうに思いますので、で、TPP は今どんな現状なのか話していただけますか？それがですね、まあ、逆に福島さんにね、国会でどうの、まあ、今、そうで閉す会中でね。すけど、ぜひ追及していただきたい点でもあるんですが、日本が入って以降、特になんですけども、交渉自体が本当にそもそも秘密だったものが、ますます秘密化してそういですて、ね。私たち NGO も情報を取るのに非常に苦労してますし、多分国会の、国会議員の人たちもですね、まあ、自民党の議員であっても、一体交渉がどうなっているのかということを政府から教えてもらえないという。入る前は TPP に交渉に参加してないので分かりませんと、交渉に参加したら秘密を守るという条項があるので教えられませんって、どっちにしても前以上に情報出てこないですね。そうなんででもすそれはまあね。ちょっと国会でも頑張ります。ぜひ。それで、まあ、そんな中、私たちは、まあ、海外の仲間はいろんな交渉会合に行ったりですね、メールでいろいろやり取りしたり、電話で会議をしたりとやっていて、でちょうど一昨日ですね、ベトナムでのハノイの交渉会合というのが終わりました。でこれは10日間ほど行われていて、まあ、交渉官が70人か80人ぐらいいたようなんですね、日本からは。で、そこで交渉してましたけども、まあ、結論から言えば、対立している分野が非常に多いんですね。まあ、これはアメリカを中心とする、まあ、先進国の側と、まあ、マレーシア、ベトナムのようなまだまだ経済発展途上の国、との対立構図が大きいんですけども、例えば知的財産といってですね、薬の特許を、まあ、ジェネリック薬が作れるために、作れるためには特許期間というのが終わった後のものなんですけども、そこで、アメリカの製薬企業と、まあ、エイズ患者がいるようなベトナム、マレーシアの政府というのがもう真っ向から対立していてですね、まあ、企業の側は、特許期間は限りなく伸ばしたい、ジェネリック薬作られちゃうと儲けが減りますので、ですけど薬を必要としている人がたくさんいる国の側は、そんなことさせればですね、もう人は死んでしまうということで対立してるんですね。この対立は非常に深刻で、
全然解決目の立ってない、うん、それからまあ国有企業入ってですね、はい、まあ、これもベトナムやマレーシアにまだまだ残っているような、まあ、国がある種保護しているような産業だったり企業体ですね、うん、実は日本の郵政もですね、日本の人はあまり認識ないんですが、アメリカなんかから見れば国有企業並みにですね手厚く保護されているような領域なんですね、うんうん、特に保険の部分ですから、そういった規制をぶち壊せというふうにアメリカ側は言ってきてるんですが、まあ、それは社会的なインパクトも大きいので、うん、まあ、マレーシア、ベトナムなんかは反対しているというような、まあ、非常にその深刻な対立というのはまだまだ残っているので、うん、もう何回も何回もこの間交渉会合をやってるんですが、妥結にはまだまだ程遠いという現状ですね、うん、一方でもうこの TPP は壊れたというふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですよね。そうですね、うん、それは私もそうしてそうなってほしいと思うんですが、うん、ただそこはあまり気を緩めちゃいけないというかですね、すでに、うん、アメリカの業界団体ですとか企業はですね、うん、もう何年間もかけて、うん、自分の国の政府にロビーしてですね、早くやれ早くやれと、で日本の市場も開放しろと言ってきてて、もういくら儲かるって計算までしてるんですね、うん、だからまあ多少その難航しているとはいえ、ここでもう漂流してもいいよねっていうふうに絶対ならないですし、うんうん、日本の財界もですね、TPP っていうのは日本が一方的に責められるっていうだけじゃなくて、うん、むしろ日本の大企業ですね、うん、まあ、経団連とかあそこに入ってるいろんな企業ですねは、まあ、アベノミクスの方針ってまさに TPP 推進ですから、うん、そこに乗っかってですね、まあ、人儲けしようと言ってるので、うん、日本の財界もですねそんなに簡単に諦めるはずは。そうですね。でも今度経団連も自民党に対してもっともっともっと寄付をって言って、そうです実際制度は例えば派遣法の労働法制の規制緩和であったり、例えば混合診療とは言わないけれどもかかりつけ医に関して一部その自分で選択できるという形で一応こう壊そうとしていたり、まあ、そういう感じがどんどん進みますよね。そうですよね。だからまあ国際的な貿易協定としては TPP で規制緩和やれっていうふうに外圧をまあかけられてるわけですけど、うん、実は国内ではすでに先取りのような形で、うん、おっしゃったその労働規制緩和だったり混合診療の解禁だったりとか、はい、もう日本の中日本の企業や、政府が自ら進んでやっちゃってるっていうので、だから外からと中からそうですね両方やってるので、これはですねなかなかその、すぐに流れが止まるとか、うん、TPP が妥結しなかったから止まるとかっていうほど楽なもんじゃない。そうですね、思ってますね、うん、まあ、おっしゃる通りで TPP って外からで、それからまたISD 条項で企業によって日本政府が例えば訴えられるとか障壁だって言われることもあるわけですが、おっしゃった通り、国会の中だとホワイトカラーエクゼンプション派遣法の解約の後は労働時間規制を取っ払って、そして残業代不払い、だって労働時間規制がないわけですから、まあ、過労死促進法案が、まあ、今労政審でガチャガチャ議論中ですが出てくるんじゃないかと本当に思ってるんですね。だから中からと外から、うん、だから世界の 1% のグローバリゼーション企業を団結せよと。そうです、ね、99% は踏みつけても、うん、多額な献金してくれないし政治は切り捨てるという、うん、そんな感じですよね。そうですね、はい。でまあちょっとこれ、はい、最近のね、はい、ちょうど昨日ですかね、はい、一昨日か東京新聞が非常に素晴らしい調査報道をしてくれてですね、うん、たった1年間弱ですね日本が、うん、交渉に参加して、で私も去年7月マレーシアに、はい、日本が参加するって時に行ってたんですね、はい、交渉NGO として、はい、100人だかの交渉官がですね、うん、もう続々と来ていて、で、まあ、今回のベトナムなんかも7、80人行ってると、うん、一体どんだけ税金使って行ってるんだろうって、うん、そもそも思ってたんですけど、この東京新聞の調査では昨年度ですね2013年度を1年間だけで、うん、なんとその TPP 交渉だけで3億5000万円使ってると、うん、で TPP は分野は先ほど言ったように広いので関係する省庁が非常にたくさんあってですね、内閣官房がまあ取り仕切ってますけども、うん、外務省とか農水とか経産とか
でこんな金額をすでに使っちゃってるわけですね、うん、でアメリカはもっともっともちろん使ってますけども、うん、まあ、これ自体はあの、税金なわけですね、もちろん、うん、で私びっくりしたのはそのこの東京新聞が聞いて初めて金額出してみたっていうんですよ、うん、でまあこんだけあの長々とですね、うん、交渉に参加してお金使ってっていう、うん、でも一方で私たちにその内容はですね全然教えてもらえない、うん、でこんなことが許されるのかというので改めて、はい、あの怒ってるわけなんですけどね。そうですね、うんうん、まああの TPP の交渉がうまくいかないようにとは思ってるわけですが、しかしにもかかわらず、まあ、妥結をするかもしれないし、うんうん、企業の圧力でね、うん、またそれと関係なくまた国内の中の規制緩和やすごいぶっ壊す動きをどうするかってなりますよね。そうですね、うん、だからこの間あの海上内閣人事が発表されましたけども、はい、まああいうの見ててもですね、あの完全にそのアベノミクス、はい、まあ、規制緩和と、まあ、新自由主義の路線というのを、うん、まあ、さらにさらに進めようという布陣だと思いますし、うん、まあ、それにプラスしてですね、やはりその右翼的な傾向というんですか、うん、まあ、びっくりするような人が登用されているということはありますよね、うん、だからもういよいよその安倍政権の本質が目に見えて分かるようになったと思いますし、うんうん、まあ、TPP に関してはあの留任した甘利さんとかですね、何人かいることに加えて農水大臣に、うん、西川光也さんというですね、はい、まあ、これもともと彼は農水族、自民党の農水族ですけども、うん、最初は、ね、TPP 反対だったんですよ。そうですね小渕優子さんも実はね、うん、そうなんですけども、で、反対の急先鋒みたいだった人なんですけど、途中から彼は TPP の交渉会合に毎回のように行き始めてですね、うん、まあ、自民党の中の TPP 対策本部長みたいな役割だったん で行ってですね、あのこう交渉会に活を入れてるみたいな感じなんですけども、うん、やっぱりですね、最終的にはうまくまとめるっていう方向で動いているとしか思えなかったですし、まあ、今回も農水大臣に起用されてですね、正規守れますとかいう、こう勢いのいいことを言ってるんですけども、うん、結局期待されているのは、まあ、彼は農水族っていうこともあって、まあ、要するに地元のいろんなその農業関係者に顔が利くわけですね、うん、 ですからその彼らの意思を反映するというよりはむしろ逆に、まあ、これで妥協するから、うん、まあ、なんとか我慢してくれやと言って回るような役割として投与されたとしか思えないですね、うん、だからいよいよその、まあ、アメリカの中間選挙は11月4日にありまして、はい、まあ、そこが今あの TPP 交渉の一つのゴール、うん、ポイントって言われてるんですけども、うん、まあ、そこに向けて、日米の協議であったり、うん、まあ、閣僚級の会合であったりというのはどん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 こう計画されているのが現時点なんですね、うんうん、だからそれを止めていかなきゃいけないんですけれども、あの、まあ、運動としてはですね、はい、まあ、ずっと特に地方では、はい、粘り強い運動が、ね、ずっと続いてきてるんですよ、はい、まあ、大手メディアはほとんど伝えてくれないんですけども、うん、あの、まあ、農業新聞だったり、うん、いろんな地方紙なんか読むと、はい、本当にこうデモをやったりですね、はい、地元の議員に働きかけたりっていう、うん、粘り強い運動があるので、まあ、もう一回それあのそういうことですね、つながり合ってやってるということが必要だと思うんですね、うんうんうん、そうですね、 99% にとって害になるわけだし、それから地域がまあ壊れる可能性がありますもんね。そうですね、うん、あの、まあ、これも本当に何回も思い出さなきゃいけないのは、ほとんどの自治体でですね、2012年民主党政権の段階ですけども、はい、TPP に反対の決議ないしはまあ慎重の決議っていうのは、うん、ほぼ9割近くの自治体を挙げてるんですね、うん、でそれはまあ理由の一つは大きくは何だか分かんないっていう、うん、まあそれは当たり前ですよね、うん、それからやはり、地域経済にとって非常に大きな影響があると、うん、あの公共事業を入札するみたいなものの規制も取っ払われますから、うん、まあ、今までは、地元の企業に多少なりともこう仕事が回ってきたものがですね、うん、外国企業がもう自由に参入するようになってくれば、うん、仕事もなくなりますし、何より大企業が、うん、どんどん海外に私は移転していくと思うんですね、工場とか、う
要するに日本の側は攻められるだけじゃなくて日本の大企業は外に攻めていくっていうのはさらにさらに自由になりますから、うん、投資の自由化なんかもありますので、うん、そうするとまあ、例えばトヨタみたいなグローバル企業はですね、うん、既に海外にどんどん出ていって工場を建ててやってますけども、うん、まあ、それがさらにさらに賃金が安く、それから原材料も土地も安く、うん、ものが作れるところに出ていくと、そうすると国内の産業っていうのはもう中小企業は大打撃ですし、うん、全く空洞化してしまうと思うんですね、うん、でそれに伴って地域経済もやっぱりもっとことん疲弊してしまうと、それからまあ一番最たるのは農業ですよね、うん、で自給率は確実に今より、まあ、今も低いですけれども、うん、40% 切っていて、さらにさらに、うん、下がりますので、うん、もうすでに今年の段階でもお米を作ってる農家さんがね、はい、米価の問題で生きていけないって言ってですね、うん、声を上げてるわけなんですけども、うん、もうそれがさらに、うん、下がっていってですね、もう暮らしていけないということになって、まあ、日本の中でも一部のお金がある人たちはですね、まあ比較的高くて安全だと言われているお米を買えるかもしれませんけども、そもそも日本で農業は成り立たなくなっていきますので、うん、一般の消費者の人たちは、まあ、海外から今以上に入ってくる、うん、まあ、安いけれども安全じゃないかもしれない、まあ、農薬の問題、遺伝子組み換えの問題、そういったものがさまざま含まれた危険な危険性のあるものを、うん、食べなきゃいけない、とてもその国としてはおかしなことになるわけですよね、うん、そうですね、うん、だからよく TPP に入らないと日本の経済がというけれども、今内田翔吾さんおっしゃったように日本の大企業が海外に行くんだと、むしろいろんな障壁がないとしてアジアとかにどん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 出ていくんじゃないかというのはその通りですね、はいはい、そうですね、それからよく国益とか言うけれど、私自身もそのじゃあ東芝やトヨタやいろんな企業が日本企業だと思われてるけれども、うんうん、もうグローバル企業であって東芝はウェスティング社を買収しましたし、はいはい、いろんな要するに製薬会社だってどんどん外国企業と買収したりされたりっていう、うんうん、こういう関係をしているので、だからその名前から昔は日本企業だったっていうことかもしれないけれど、うんうん、むしろこれグローバル企業ですよね、そうです、だから日本の国益とか日本の大企業にとってどうかっていうよりも、世界中っていうか、まあ一部のグローバリゼーションの企業がいろんな障壁なくガンガン河川化して動くということであって、うん、実は空洞化する、だから私はなんか原発と武器を売って金儲けで、うん、消費税も 10% になれば国内需要が高まるとか国内の雇用が安定してみんなの需要が高まるってなんかもう思ってないんじゃないかと、うんうん、内需拡大とかも思ってなくって、要するに高い戦闘機や高いものを外国に売って、要するに輸出大企業は儲かるけれども、うん、日本の国内ってすごい空洞化するんじゃないかと思ってるんですよね、うん、その通りだと思いますよね、うん、でその原発だの戦闘機だのっていうのはですね、私たちの日常の暮らしとは何の関係もないですね、うんうん、まあ、原発はその電気を作ってるって意味でもないんですけども、うん、実体経済との動き、うん、ご飯食べ物を作ったりですね、うん、働いて給料もらってっていう、その普通の人たちの暮らしからはものすごく遠いもので、うん、でそこは全くないがしろに、されながらですね、そういうそのまあ1台何億円何十兆円みたいなものを海外に売って、で企業が儲けられるじゃないかと、うん、それがアベノミクスが言っている、うん、何ですか、日本経済を取り戻す、うん、でそんなものはかつての日本経済ではなかったし、うん、取り戻すなんていうものでもないですしね、全くそれは暮らしをということもあったか考えていない、そうですね、うん、で農業なんですが、確かにその TPP に入ると大規模農業以外がもう潰されてしまうとか、うんうん、まあ、例えば北海道の
ビートや、うん、あるいは沖縄はまあシャトーキブリがすごく多いわけで、はいはい、黒糖とか美味しいですが、はい、それでも壊滅的なし、お米だってもう持たないって言われてますよね、うん、だから食料自給率が下がる、はいはい、ってイメージで、私は日本の農業どうなるかというと、なんか大規模公共、あ、大規模公共、大規模、大企業っていうか、まあ企業で、うん、そしてそこに小作人ではなくて、うん、例えば農業労働者として働くっていうなことが起きるんではないか、うんうん、そうするとその地給料がまあ安い、それからその企業が撤退すればゼロになる、うん、それから中山間地やそういうところはなし、うん、それとか面倒見ない、うん、だから広いところ、まあ、なんていうの、まあ、限られてますよね、限られてるところね、そういう日本の場合ね、だからそういう八郎方とかそういうの関係あるの、うん、まあ、とにかくなんかこう広くて大規模な、例えばバーッと農薬撒くとか、まあ、そう、八郎方が農薬撒いてるっていう意味ではないですね、なんかそういう意味ではなく、はい、なんていうかこう広くてバンバンとこう、例えばアメリカやそういう農業ができるようなところの大企業に小作人ではなく農業労働者として働くとか、そしてもうあの中山間地やそのこの地域のいろんなものをこう棚田を作り、水をプールし、コミュニティの中でこうなんていうの、少しあの自然環境を守りながら、その地域ボトムアップで地域を作っていくっていうのでは全然ない世界が出る、うん、でその企業が撤退すればもう何もなくなっちゃうなんていうこともちょっと、まあ、いろいろこう無双したりしてるんですよね。そうですね、あの、うん、まあ、そういう路線ですし、ただそれはねもともと無理なんですよね、今もちょっと言ったように、うん、あの競争力のある農業とか、うん、大規模化とか言ってますけど、ね、はい、まあ、日本の国土が一体どのぐらい、うん、まあ、アメリカやオーストラリアやカナダと比べて、うん、あの狭いかって、うん、もう言わなくても分かりますけど、うん、まあ、そういう意味でアメリカなどのもう広大な農地があって、うん、もうあの飛行機で農薬ばらまいていくみたいなですね、うん、それから大量の水を使っていく、うん、で確かにそれは機械化されて大規模な農業ですから、うん、あのコストは安く済みますよ、でそれで作られた、あ、でかつアメリカの農業は補助金もついてますからね、うん、でそうしたあのもの作られた、うん、ものすごく安いものとですね、うん、競争しようなんて言ってもそもそも無理なわけですね、うん、で今政府は何言ってるかっていうと、ものすごくその付加価値をつけた1個何万円もするメロンとかね桃とかね、そのあるいは加工品みたいな、でそれを作って、どんどん売っていけばいいなって、うん、でそれで成功してる人も確かに今いますけれども、うん、今あの農業者の人たちがですね、全員そんなことをできるかっていえば無理ですし、うん、果たしてそうなったとしてもですね、それは農業なのかっていう話ですよね、うん、国民を食べさせるための、主食、お米や野菜や、うん、そういうものはもう作らない、うん、まあ、あるいは福島さんおっしゃったみたいに作るけども、それはもうあの工場労働者的に働いて、うん、大量生産する、で一方でもあの高級な麺を取るとか作って海外に売る、うん、それは国としてはあまりにもいびつですし、うん、食料の安全保障という面でもおかしいですよね、うん、日本にはもう売らないよって、お米もお野菜も売らないよっていうふうに、まあ、他の国から言われてしまえばもう私たちアウトですよね。そうですねその時何も作るあのインフラも能力もないみたいなことになるので、うん、だから、まあ、ちょっと話が飛びますが、集団的自衛権の行使の解釈改憲って言いながら食料自給率が低くて、これ以上もう本当に関係低くなっていったら、その集団的自衛権の行使とか戦争なんてありえないですよね。ありえないです、うん、日本の今の置かれている現状からすれば日本は貿易してやっていかないとできないですよね、うん、そうなんですよ、うん、でやっぱりね、あのアメリカや、まあ、他の先進国で例えば原発持ってたりですね、うん、あのするような国っていうのは、うん、基本的には食料自給率 100% 超えてますよね、うん、でそれにそれで余ったものを海外に輸出してる、うん、だから、まあ、有事の際にですね、他の国から何も例えば入ってこなかったとしても最低限 ある一定期間は、うん、国民を食わせる、うん、つまり戦争ができるという状況を作れるような、食料体制というのは基本的に持っているわけですね、うん、まあ、もちろんその集団的自衛権とかとんでもないですけれども、うん、まあ、つまりそういう、いわゆるそういった準備すらできてない日本が集団的自衛権運動っていう風に突っ走るのはちょっと
まあ、まともな感性じゃないというかですね、うん、あの狂気の沙汰しか思えないというふうに私も思います、うん、そうですね、うん、であの地域地方創生っていうので内閣の中で始まりますけれどそれについてどう見てらっしゃいますか。いやあれもですね、あの、うん、ですね、6月に出されたアベノミクスの日本創生プランですか、はい、あのあ違う再生プランか、うん、再興プランですね、うん、再び起こすプラン、うん、あの中に入ってきていると思うんですけども、うん、いやあれを読んでですね、うん、やっぱりあの地方にとにかくその地方からの不満が出ないように、うん、まあ、アベノミクスである程度うまくいったから次は地方にも頑張ってねっていうだけの話であってですね、うん、実態はないんですよね、うん、私読んでてその例えばストーリー性のある地域づくりをしなければいけないとかですね、うん、なんかそのアミューズメントパークでも作るのかっていうような文言がいろいろ書いていてですね、うん、であの今の地域の疲弊の状態ですとか、はい、産業の、うん、本当にもうギリギリやってるというリアリティからはとてもかけ離れている、うん、いいことばっかり言ってですね、うん、なんかこれでいけば未来が笑えるようになるというスローガンだけ、うん、というふうに思っているので、うん、ていうか一方で TPP 入りますよって言ってるわけですから、うん、地方を実態として壊しながらですね、うん、再生するんだっていう全く矛盾したことを同時に言っているわけですね、うんうん、そうですね。だから女性の活躍活用、まあ、利用じゃない活用って言いながら一方で労働者派遣法や労働法制規制緩和して労働を壊す非正規雇用が増えるわけだからなんかこれがもうめちゃくちゃっていうか一方であの殴りながら、うん、そうそうそう一方でなんか作るってでもそれはすごく建前上の話ですもんね。そうなんですよね、うん、だからどなたかなんか DV みたいだとか言ってますけどその一方で叩いてるね、あの一方でごめんねって言って僕は本当あなたが気持ちのこと好きなんだよみたいなのに騙してるっていうようなね、うん、そういう話だと思います。うん、うん、そうですね。あのこの間たまたま私岐阜県立森林文化アカデミーっていうところに行って、はい、それは岐阜県立なんですよ。岐阜がお金を出してるんですが、はい、あの地域で若者たちやいろんな人たちが勉強してる、うん、だから演習林が近くにあって伐採から木材を見て、はいはい、そして建築士の資格を取ったりあの家を建てるあるいはあの積み木を作ったり、うん、あそこちょうどあの鵜飼の鵜のあの鵜が入るこう湾曲したこう素敵な竹籠があるとか、うんうんうん、あるいはあの、有名なその踊りというか、うんまあ、あのお祭りの時の下駄を地元材で作るとか、うんまあ、いろんなあと和傘あの飛騨高山もありますし、うんうんうん、あの和傘を作るとかね。だからあの外国はこうだっていうだけでなくって地元と密着して地元の伝統工芸や歴史ともつながってしかしその地元で働く地元でリーダーになっていくようなチームを作りながら地元のあの地元を作っていく未来を作ったような若者をこう育ててるっていうので私はあの見学してすごく元気が出て希望も湧きいいなと、まあ、おしゃれな面もあるしね。だから第一次産業という林業も含めて地域でどう活性化させるか、うんうん、だからその積み木もちょうどあのある市はその新生児に対して市がプレゼントするのをその積み木にするとか、ねそうするとその地元産を使ったその、うんうんうん積み木でしかも安全あの彩色とかいろんなのも安全なものを使ってだからこういうのを上からインフラでバガーンってやるんじゃなくって地方からこう本当に里山資本主義じゃないけど、うん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 、地方から本当にみんなのそういうことでこう出てくることであれば持続可能だしいいですよね。そうなんですよね、うん、だからまあ今ねその本当にあの何年後かにもなくなっちゃう、はい、市町村がっていう、ね、議論はありますけど、うんあの厳しい現実はあると思うんですよね、うん、ですけどやっぱりこうよくよく見ていくと若者がね移住をしたりとか、うんまあ、そこで本当にこうオルタナティブな、仕事を作ったり、うん、関係を作ったりっていう事例は結構増えてきてはいるんですよね、うん、だからそこをあのやっぱり政策的にもきちんとこうしていったりとかですね、うん、まあやっぱりあの食べ物をわざわざ遠くからですね、うん、日本で作れるにもかかわらず、遠くから運んできて安全だかどうだかも分かんないものを食べるんじゃなくて、まあ、隣のね、あのお百姓さんが作ったものを食べたりですね、うん、それから少なくとも国産のもの、うん、で生きていけるわけですから、うん、私たちは。
そこをもう一回作るっていうことだと思うんですけどね、うん、そうですね、うんうん、じゃ あの最後に TPP についての、はい、まあ、決意とアピールをお願いします、はい、そうですね、決意っていうのはまあ、うん、もう断固撤退なんですけども、はい、あの一つ注意しなきゃいけないのは、うん、今最も早く TPP を妥結して しまいたい国っていうのはあの日本とアメリカなんですね、うんうん、他の国は日米の本気度をこうしらーっと見てるんです、うんうん、で特に関税問題ですよね。で今は日米の関税問題まだ言ってないんですね。やっぱり聖域守るとかですね、うん、いや関税ゼロにしろっていうところでもバトルしてるので、でもかろうじて今日本政府が譲ってないという状況になっているのはやっぱり幅広い反対の、うん、これ議員の方や農業者や市民の声が上がり続けているからだと思うんですね、うん、そんなに簡単にあの明け渡すのを許さないぞという目線があるからですね、うん、でたださっきも言ったように安倍内閣はやっぱりもう内閣が存続してる間に何でもやっちゃおうっていうですね、うん、ほとんど末期的なあのなんかこう突っ走ってるって状況なので、うん、特に来年の統一地方選ですよね、はい、まあ、あるいはその福島の県知事とかいろいろ重要な選挙の時に負けたくないんですよね、自民党も絶対に、うん、だからもう早くですねさっさと妥結しちゃって、うん、まあ、何ヶ月かすればですね国民はもう忘れやすいからTPP のことなんか忘れてですね、うん、まあ、適当に補助金とかいろんなものをばらまいていれば選挙の時に忘れるだろうとぐらいには思ってると思うんですね、うん、だからまあ、漂流するかもしれないとかいろんな説もありますけども、うん、はい、やっぱりですねあのここに来てあのメディアの扱いも多少減ってますし、はい、うん、運動のやってる人たちもちょっとその情報がないだけに、うん、どこに焦点を持っていっていいかっていう声は聞くんですね、うん、このままやってもなんか意味あるんだろうかってことですね、まあ、諦めてるような意味あるんですよ、はい、そうなんです、あるんですなのでやっぱりあの秘密主義はおかしいし、うん、あの主権だとかですね、私たちの生きる権利そのものが市場の中に盛り出されるという危険性を改めて訴える必要がありますし、うん、まあ、具体的にはですねあのやっぱり地元の議員の人にね、はい、特に自民党の人に、うん、まあ、自民党のその人に入れてなくてもですね、うん、まあ、そこの地元の議員の自民党が通っていればですね、うん、やっぱり反対ってあなた言ったでしょうというように突きつけたりですね、うん、しなきゃいけないですし、うん、それから電話やファックスっていうのも有効だと思いますし、うん、それからまあメディアもですね、あの、まあ、今ね朝日新聞大変ですけど今日はあの、うん、まあ、いい報道もあるんですよ、うん、でこういう報道したらよかったねっていうふうにいい記事だったっていうことを直接伝えたりですね、うん、まあ、いろんなことがまだまだできると思いますので、そうですね、はい、あのぜひウォッチをして、うん、私も頑張って情報発信をしますし、じゃあ皆さんにも国会でぜひバンバン質問を、はい、始まったらしていただきたいと思います。また改めて質問収集を出すとか、うん、まあ、ぜひまたあの一緒にやりましょう、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。